メロンが300円。そして、スイカ700円という風な感じで出てくると。こんにちは。Excel バンクのあきです。今回は VLOOKUP の使い方の紹介をしていきます。VLOOKUP 関数はよく使われる関数なんですけども、使い方が少しややこしいです。なので、今回は一番基本的な部分、基礎的な部分を紹介していきます。それでは実際にやっていきましょう。今回はこのように日付と商品番号、食べ物、値段という風に書いてあります。そして今日付だけが書いてあります。で、この日付にこれから商品番号とその食べ物と値段を入れていくんですけれども、右側に製品一覧で、このように1番目の商品はスイカで700円、2番目はバナナで200円、3番目はメロンで3000円という風に一覧表になって、1だったらスイカ、3だったらメロンで3000円というのがすぐわかるようになっています。で、この時にですね、これを売れた番号を入れていくんですけれども、この売れた番号を入れていく時に、1番がもし仮にここで1と入力した場合、ここの食べ物は自然とスイカになります。そして値段も700円という風になります。ただ、このまま全部打っていくとめんどくさいので、ここを自動的に入れてしまおうというのが VLOOKUP 関数です。まず商品番号が1と今入力されています。そうしたらこの食べ物のところになるんですけれども、この食べ物が自動的にスイカという風に認識されるようにしていくということです。そうしましたら、この食べ物のところに VLOOKUP 関数を入れていきましょう。VLOOKUP 関数を入れるので、まずは数式を入れていきます。イコール、VLOOKUP という風に入れて、タブを押すと、このように文字が大きくなって、括弧がついたところまで行きました。そうしましたら、今回は、この検索値、範囲、列番号、検索方法の4つを入れていく必要があります。今回は、この検索方法については、あまり考えなくて大丈夫です。まずは、検索値、範囲、列番号、この3つを入れていきましょう。まずは、検索値ですが、ここにスイカという風に入力されるには何が分かればいいのかというと、商品番号が1番だからスイカという風になりますよね。なので、商品番号が書かれている場所を選択しておきましょう。そうしましたら、カンマを押します。そしたら、次に、範囲を見ていきます。範囲というのはどこかというと、この商品一覧表が書かれている場所です。で、どこにスイカが入っているかというのがわからないので、ここの一覧すべてを選択してあげましょう。そうしますと、ここのすべてからこの1という検索値を探し出してくれるという風になります。この VLOOKUP 関数はすべてに適用していくので、ここは絶対参照に設定しておきます。F4 を押します。そうすると絶対参照になりました。そうしましたら、次はカンマを押し、列番号を見ていきます。列番号は何かというと、今回は食べ物を探さないといけないので、この表を見たときに、この表から左から何番目にスイカがあるのかというところです。今回は左から1番目、2番目、3番目で数えていくので、今回は2番目のところにスイカがあります。なので、今回は2を選択しましょう。数字で2を入れます。そうしますと、検索方法を除けば、これで完成です。そうしたら、エンターキーを押しましょう。そうすると、このようにスイカが出ました。そうしたら、他のものに反映させていきます。右下にある、オートフィルを伸ばしてあげると、このようにエラーが出てます。なぜここがエラーになっているかと言いますと、F の2番で確認をしてみます。ここの空白のところが、ここの範囲の中にないので、エラーが出ているんですね。では、エスケープキーでキャンセルをして元に戻ります。ということは、ここに数字が入ってくれれば、ちゃんと表示されるはずです。数字を入れていきます。今回は2を入れていきますね。そうするとバナナと同じように3、メロンで1を入れるとスイカという風になります。これが VLOOKUP です。では値段の方も見ていきましょう。同じようにやっていきます。まずイコールをし、VLOOK と入力します。そうしましたら、まず検索値が1番。この商品番号を探しに行きたいので、1番を選択しましょう。そうしましたらカンマです。次に商品の一覧をすべて選択します。すべて選択しましょう。選択しましたら、これも先ほどと同じように絶対参照にしておきます。そしたら次は、カンマを押し、列番号です。先ほどと同じように、この表の左から何番目に今回の値段は表示されているかというと、1番目、2番目、3番目と数えますので、なので、今回は3を入力しましょう。それで完成です。エンターキーを押します。これで700円と出ました。そうしましたら、この700円の右下にあるオートフィルを押します。そうするとこのように、バナナは200円、メロンは3000円という風に出ているのがわかります。VLOOKUP を2つ解いたので、2つとも NA というエラーが出てます。なので、ここの商品番号をこれからは入力をしてあげれば、このようにバナナが200円と、メロンが300円、そしてスイカ700円という風な感じで出てくるということになります。これが VLOOKUP 関数ですね。なので、この商品番号を一つ入れるだけで、この一覧にある中から取り出して、そこが勝手に入力されるという風になってくれるのがすごく便利なところです。このように VLOOKUP 関数を使えば、一覧のところにある商品のものを一つ入力するだけで、すべて反映させることができます。VLOOKUP 関数はこの他にもいろいろな使い方があるので、それも別の動画で説明しているので見てください。また、エラーが先ほど出ていたのですが、それも消すこともできますので、これも別の動画で解説しています。VLOOKUP 関数は、覚えるのがすごくややこしくて難しいように思えますが、しっかりと基本的なことを理解していればそこまで難しくありません。なので何回もチャレンジして覚えてみましょう。今回の VLOOKUP 関数の使い方が少しでも参考になりましたら、高評価とチャンネル登録ぜひお願いいたします。Excel の使い方に関しては他にも動画を上げているので、そちらもぜひ見てください。最後まで見ていただきありがとうございます。